信楽高原鉄道といえば忘れてはならないことがあります。それは列車の正面衝突事故です。この動画では3分30秒付近に事故現場との慰霊碑が見えます。この事故からは本当に多くの教訓が得られ、鉄道の安全運行あるいは事故発生時の対応など様々な方面に改善と改良が及んでいます。同時に日本の鉄道事故を調べれば毎年事故は起きているということがわかります。実に様々な事故が起きていますし、一部は避けようがない災害と素人目には見えるものもあります。日本の常識、世界の非常識の一つに鉄道の定時運行があると思います。これは世界から見れば異常なレベルだと言えます。その上に日本には延着証明書、これは遅延証明書とも言われますけれども、こういうものまで存在します。こんなものは海外ではまずお目にかかることはありません。日本、理由は簡単で、鉄道は遅延するもの、時刻表は予定表であって予定は未定ということが常識だからということになります。ここは圧倒的に日本の常識、世界の非常識と言っていいと私は思います。列車は大きく右にカーブしていきますが、そのカーブの途中にの左側、今ですね、だいたい見えてきましたね、ここに事故現場の標と、慰霊碑が立っています。絶対に忘れてはいけないことだと私は思います。
とうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。